3 8 5年8月14日に、クレバで調印された文書クレボ合同は、成人前のポーランド女王、ヤドビガとの婚姻を約束した、リトアニア大公ヨガイラの一連の契約である。1387年のポーランド及びリトアニアこの婚姻によって、ポーランドとリトアニアの人的同訓連合が作られた。文書は1385年8月14日に、 現在のベラルーシのクレバの町で調印され、以下のことを契約している。この法の交渉のメンバーは、一方は、ヨガイラとその親類、他方は、成人前の宿ビわの母である交代后エルジュベータ、ハンガリー摂政、幾人かのポーランド議会の議員であった。この文書は、婚姻の条件に関する、花嫁側へのヨガイラの約束であり、花嫁側の義務は何も記されていない。 この婚姻によって、ヨガイラは、ポーランド王に即位し、妻の権利を行使することとなり、キリスト教の洗礼を受けた。ヨガイラの新たな洗礼名は、王位についた最後から二番目の喫水のポーランド人で、あり、散り散りとなっていた国家を一つにした、ヤドビガの祖祖父であるタンミオブワディスワフ一世に、敬意を表して付けられた。ブワディスワフ二世の称号は後に付けられ、 ヨガイラをポーランド語にしたジョジェロがそのまま使われた。ブワディスワフとヨガイラの二つの名前を同時に使用したかどうかは疑わしい。今日、ポーランド人は彼をブワディスワフ二世ヤゲオと呼んでいる。この時期、ポーランドの貴族はドイツ騎士団とは以前の和議依頼良好な関係を保っていたものの、ハンガリー王家の関係に満足せず、ウクライナの利権を目指しており、 一方のリトアニアは、ドイツ騎士団の直接的な脅威にさらされていたことと、増大するモスクワ大公国の脅威に対抗する強力な体制を望んでいた。そして双方の国の指導者は、この同盟により、互いの目的を達成できると考えた。その後、一旦は解消されたものの、1401年に、ビリニュスラドム合同として新たに調印され、1413年に、 ホロドを合同に改められた。ブワディスワフニセイヤギエゴとヤドビガがポーランドとリトアニアを共同統治している間、リトアニア大公国はヨガイラのいとこであるビトフットが実質的に統治していた。1399年にヤドビガが死去したことにより、ブワディスワフニセイヤギエゴはポーランドの単独の統治者となり、ヤギエゴ朝の最初の王となった。ヨガイラは ポーランド・リトアニア軍を率い、1410年のタンネンベルクの戦いでドイツ騎士団に勝利した。1569年のルブリン合同によって、ポーランド王国とリトアニア大公国は物的同訓連合となった。最終的には1791年5月3日憲法により一つの国家であることが宣言されたが、10月20日に改正された。その後すぐに、 二つの国家は形式的には分離したが、19世紀のほとんどの間ロシア帝国の支配下にあった。20世紀初頭、ポーランド第二共和国とリトアニア共和国はそれぞれ独立を宣言した。ありがとうございます。